子供の頃、体が丈夫でなかった僕は、毎年夏になると日本橋の家を離れて、二月ほど涼しい奥多摩の御岳山で過ごしていました。御岳神社の神官のお宅に寝泊まりして、朝は毎日体操します。晴れた日には散歩に出かけ、母に送ってもらったリルケや作太郎を読んだり、パステル画もたくさん描きました。御岳での暮らしを描いた散歩詩集を作りましたが、ちょうどポケットに入るくらいで、これをこしらえるのは随分楽しかったものです。
青な空を眺めていると、あっという間に午後になります。ユリの花が咲く時分になると、郵便配達がやってきます。村に一軒だけある荒物屋の軒先でハガキを受け取り、宿坊へと戻るのです。浅井さんと初めて軽井沢を訪れたのは5月のことでした。堀さんがやっと気に入った別荘が見つかったというので、水源地の道を息を切らせていたのに、辰夫さんも奥さんも留守ではしょうがないので、勝手にベランダに上がり込んで、3時間ほど昼寝をしました。その時、誰も手が届かないような壁の高いところに、僕は青い鉛筆
だったのに。
僕の時間はそれより少しばかり早足で過ぎているようです。森の中の小学校壁の
光を